How's it going, watchers? I've got time for one more Hunt. Yeah. How's it going, watchers? I've got time for one more Full Metal Alchemist Brotherhood. Didn't think I would, but I do, so let's jump straight into it. Finally transformed back to your bitchy self, haven't you? Very demanding. Safe to assume you are the dominant one in the relationship. If this is the same place that has the prison, if they have that, I'm not sure if they have, they do, don't they? The prison and that place aren't separate. And I said when Al was with Gluttony that is probably below, just so they can keep an eye on everything. He slapped that into place. It's not a cat, it's a bear. I don't think that's what the homunculus thought she'd find. He find? Keep saying she! He just got a glimpse of Ed's Philosopher's Stones. Why are you surprised to see him there? He basically works in that place. His hand hasn't healed yet from when he carved that symbol. They're not going to believe you.
スバレーで働き客にも仲間にも恵まれている。素直ないい子だ。あいつに手を出すな。周りの人たちにもだ。でどうするね。ヴィランというなら切って捨てるな。Just by threatening her, I get the feeling he just wants to climb over that table and strangle the life out of him. になっても負け犬になるのは耐えられませんが、何より私の野望のために軍服を脱ぐこともこれを捨てることも今はできそうにありません。よろしい、身の下がっていいぞ。一つ聞いてよろしいでしょうか、閣下。なんだね、大佐。ヒューズを殺したのはあなたですか。いや、私ではない。では誰が。一つという約束だ。失礼します。なあ、待ちたまえよ、アルフォンス君。Luckily, she's small. そうだ、大佐。金、小銭貸してくれ。なんだ、いきなり。いいから。しけてやがんな。チンピラか、君は。まあいいや。じゃな。おい。ごめん、大佐。後でいろいろ報告する。なんだ、一体。幸せ場所に筋肉ヒゲだるまが立ってて血色良くなる男がいるか。大佐、注意。ご無事でしたか。あ、すみません。ホークアイ中、ただいまお手洗いから戻りました。アームストロング少佐のご好意に甘え、少しの間交代を。ありがとうございました、少佐。何の何の。逃げなかったの。何があっても諦めるなと言ったのはどこのどなたですか。後で逃げた方がマシだったなんて言うなよ、注意。何を今更。 Those two just need a kiss already。 もしもし、エド、どうしたの急に。またオートミール壊したの。ちげえよ。おい、ユジカ、元気にしてるか。変わったことはないか。怪しい奴につけられたりとかしてないか。エド、なんだ。気色悪い。だってエドが電話してくること自体珍しいのに、おまけに人の心配だなんて。やだ、ちょっと何これ。雪雲が。てめえ、人がどんどんで。ありがとね。電話嬉しい。ありがとう。もう本当に大丈夫なんだな。あ、じゃあな。とりあえず無事だった。こういう必死さが引き込まれる隙になるんだよな。ねえ、グリードだっつーの。何の用だ。お前のダチに頼まれた。リミ、真の言葉か。なんて書いてあるんだ。知らん、嫁。こいつを待ってる女に渡してくれとよ。ロボ、後をつけてきて。その女を殺すとかじゃないだろうな。んなせこいまでするかよ。それに女と戦う趣味はね。俺は嘘をつかねえのを信条にしている。じゃあな、頼んだぞ。おい、ねえ。グリードだ。
So where did you hide? Did you lie in one of their stomachs?Oh, hello. His face. You've gone bonkers. I'm not really sure that's something going to be laughing about.調子はどうだ、グリード。あんたがラースか。調子はいいぜ。聞いたか、この体、真の王子だってよ。皇帝になる力を手に入れたくて、自ら俺を受け入れやがった。面白い野郎で。誠の王とは何ぞやと、その王子に問答したことがある。王は民のためにあるもの。民なくしてはありえないなどと昔おったが。バカめ、欲をかいて全て失ったではないか。やかましい。人間をなめるな。つうわけよ、こいつ月やらな俺を乗っ取ろうと虎視眈々だぜ。フフ、化け物すら。It was his face as well. He's just. I don't think he expected that to come out.The homunculus have pretty much just got them all by the balls. I really don't think there's anything they can do at this point.
光栄じゃないか。意外と余裕ですね。どうかな。ただラストとかいうホムンクルスと戦った時もそうだったが、平気な化け物だと言われる自分が本物の化け物と戦っている時にこそ、己がただの人間であることを実感できるよ。そうか、若は自ら賢者の意志を受け入れたのか。ごめん、僕たちが止めていれば謝る必要はない。護衛の役目を果たせなかった自分に腹が立っているのだ。若はまだそのグリードというやつの中にいるんだな。アルフォンス、腕が欲しい。今すぐに。そんな、すぐったって。オートメール技師を紹介してくれ、頼む。 Wouldn't they have to reopen her cut to connect the nerves? 分かった、なるべく早く紹介するよ。でもその前に体力をつけないと。Because otherwise how else can she control it if her joints and nerves aren't connected to it? もう起きて大丈夫なの？メイちゃんだっけ？メイ？何？さすが八王家の番犬。そういうお前はちゃんの故郷。いかにも第17王女メイちゃんです。この国に来たということ狙いは不老不死。あなたたちにだけは渡しません。お前はたどり着くことすらできん。ちょっと待ってよ、なんだか知らないけど喧嘩はやめてって。人の国は人に口を出さないでくれた。脅威だからといって舐めるなよ。そのセリフそのままお返しします。何やっとんじゃいこら。病人はおとなしく寝てろ。散らかしてくれるってのか。おお、医者の家から未知の病原菌が出て全員死亡。あるよな。本当に散らかり放題だ。誰か片付けてくれる人はいないのかな。先生、これ。ん？ああ、こんなところにあったか。Really? 家族の写真じゃないんですか？別れた女房と息子だ。なんだよ、俺のものをどうしようが、俺の勝手だろうが。チッ、片付けたらコーヒーでも飲んでけ。来てくれて助かったわ。何しろこの有様でしょ。どうしようか途方に暮れてたとこなの。I don't think she wanted that. It had skulls on it. Yeah, お疲れ様でした。これで修復はすべて完了です。しかしさすがは国家錬金術師。そこいらの術師とは格が違いますな。実は午前中、屍の錬金術師に復旧を手伝ってもらったんですが、そいつらの使えないことと来たらもう。自信満々で現場に入っておきながら。You two are suspicious. 術が使えないってな。午前中、俺たちが地下にいた頃か。錬金術師さん、ありがとう。ありがとう。エンビーの言ったことを本当に信じていいのか。俺が。I don't know about that. He likes to play around. But then again, he hasn't got really any reason to lie. その秘密を聞き出せば、あるいは賢者の死を使わなくてもアルの体を取り戻し、あのヒゲ野郎に対抗することが。
Still got that. これ、There we have it, watchers. I'm a little bit, I'm not surprised as such. It's just that I don't understand why the homunculuses don't just keep Al and Ed trapped. I mean, if they can stop them from using the alchemy and stop them from breaking out, all they really need to do is do the same thing that they've been doing with the Doctor. If he's even called the Doctor, the guy that Scar has just now found, he's imprisoned in the same place that they were just previously in. But they let them go, so I don't quite. I know they don't want them to be harmed, but wouldn't that make more sense to have them trapped, bring them food? I just don't see why they just can't get someone else to do the things on the outside world, or so keep those like in there until they need them as sacrifices, or maybe that's just too much effort for them. It just seems as though they're going to be more troublesome for them. Letting them roam about is a great episode though, but like always, watchers, thanks for watching and I'll see you all next time.